2014年の第5回公演より会場として使用されている国立代々木競技場第2体育館。後方に見えるのは NHK 放送センター建物群と NHK ホール東京 FM 有名の第9コンサートは毎年12月に東京都心において開催されている一般公募により都度結成される合唱団を従いてのベートーベン第9演奏をメインとする。 音楽工業。本工業は JFN 系列のキー局である FM 東京が2010年に開局40周年を迎えたことを記念する事業の一環として企画、開催されたのが始まりで、以降毎年一貫して東京 FM が企画、主催してきている。2010年の総支事には東京 FM 開局40周年記念。 鈴木プレゼンツ夢の第9コンサートイ日本武道館と名打ち、そのタイトルで示されている通り、東京、千代田区の北の丸公園内ちに所在し武道関係の、他ポピュラー音楽系統主要公演の会場としても、使用される日本武道館を借りて、公演を行った。翌2011年に開催された第2回公演より、同じく、東京、 千代田区内に所在する東京国際フォーラムホール A に会場を移すとともにタイトルも東京 FM 夢の第9コンサート XXXX と完結化され今日に至っている。もっとも講演会場に関しては講演指揮者自身の意向もあって2014年開催の第5回公演については会場を NHK ホールにほど近いところに所在する国立代々木競技場 第2体育館に移して開催されることとなり、同年3月下旬頃に、首都圏内で活動する合唱団に対して通知されたのに続き、5月9日には、公演主催者である東京 FM のウェブサイト内においても、正式に発表されている。本工業は先に記しているように、FM 東京の主催により行われ、初回公演では、同じく JFN 系列に属する FM 大阪、 FM 福岡、FM 北海道、FM 愛知の FM ラジオ局4局からの講演を得ているほか、2012年開催の第3回講演では、東京 FM の関連会社の一つで、東京都を放送対象地域とする独立系テレビ局、東京メトロポリタンテレビジョンの講演を得ている。また初回講演以来毎年、鈴木の協賛をも得ている。本業の講演指者には、 2010年の初回公演から一貫して大阪市出身の女性指揮者で現在はロイヤルチェンバーオーケストラの音楽監督などを務めている西本智美を小生1000単位の人数規模の合唱団などと向き合っている合唱団のことに関しては後期合唱団についてこう参照1000から万単位の人数公演会場を 東京国際フォーラムホール A に移した第2回公演以降に関して西本は第2回第3回両公演においては他の一般的な第9演奏会と同様ステージ上に乗るオーケストラやソリスト人そして一部が唱団メンバーに向けてタクトを取っていたが2013年開催の第4回公演においてはオーケストラと共に向けを180度転換させている このため、西本自身がステージの中央奥から客席側に向けてタクトを取る格好となった。還元楽は2012年開催の第3回公演までは在京プロオーケストラが公演会ごとに入れ替わり担当していたが、2013年開催の第4回公演以降は公演指揮者の西本が2012年に自ら旗上げしたイルミナートフィルハーモニーオーケストラが担当している。 また2011年開催の第2回公演では、一般の合唱参加者たちと共に、ガンを患った経験を有する著名人を中心に、ガン撲滅を呼びかける著名人やマスコミ関係者らが結集したコーラスグループ、スター混成合唱団の一部メンバーも演奏参加していた。第9ソリスト陣については、楽曲としての第9を演奏するために必要な楽器パートの譜面上における 表記法にのっとって、ソプラノアルトテノールバリトンの各度唱パートにて、列記することとした。基本的には、ベートーベン、第9の演奏のみとなっているが、講演会により追加の演目が用意される場合がある。最近の例では、2013年開催分の第4回講演において、在発生と呼称される歌唱指導のコーナーを、第9演奏に先なって設けている。 主催者である東京 FM において番組制作がなされ放送される。初回公演が開催された2010年と第2回公演が開催された2011年以降とでは番組制作形態が異なっている。初回公演が行われた2010年においては同年における公演期日である12月21日に向けて同年4月から11月まで月1回 第3または第4日曜日に東京 FM プレミアムクラシックナイト鈴木プレゼンツ西本智美夢の第9コンサートへの道と題された関連ラジオ番組を放送。公演指揮者西本智美自身がパーソナリティ役となって毎回ゲストを招いてトークを展開させるとともに番組後半では第9を歌唱する際のポイントなどを語った。そして講演当日には 会場の日本武道館から生中継にて公演の模様を伝えた。一方、第2回公演が開催された2011年以降では、同じく民間放送事業者が主催する1万人の第9や第9広島においてと同様、終演となってから後日にドキュメンタリー番組として制作、放送されている。なお本工業関連番組は、現在、少なくとも、 第3回公演が行われた2012年以降、JFN 系列加盟38局の全国ネットワークにより放送されてきている。主催者側より、これまで発表されてきている、本工業における合唱参加人員規模については、以下に示すような変遷をたどっている。なお本工業においては、第9への合唱参加形態として、他の第9歳児における合唱出演者と同様に、 一定の服装規定が適用されかつ、合唱パート分けがなされた上で演奏に、合唱参加する者と、服装自由でかつパート分けがなされないまま、合唱参加する者の二の通りが設定されており、合唱参加者の募集についてもこれら二つの、形態それぞれについて行われている、具体的な募集方法については、この後に控える募集項を参照。上記にて列挙した。 開催会ごとの人数規模はいずれも、両形態それぞれに属する人数を合算したものとなっている。本工業における合唱参加者の募集は、第9合唱チケットと呼称される座席券を発売することを通じて行われる。この第9合唱チケットは、全席指定の座席券として取り扱われ、一般的な演奏会チケットと同様に、チケット販売委託事業者において販売される。 なお、合唱参加に際してオーディションは設定されない。もちろん、第9経験は不問。この、第9合唱チケットは発見されたチケット券面に、記載された座席番号で指定された座席にて、第9演奏に合唱参加するというもので、大きく清掃シートとカジュアルシートの2種類に分かれており、清掃シート券のみさらに混声合唱4パートに分かれて券主設定されている。 一方、カジュアルシート券については合唱パートによる券種分割はされておらず、よって合唱チケットとして用意されている券種は全部で5つということになる。本工業に合唱参加を希望する者は、これら合唱チケット敬語券種の中から1つを選択した上で、本工業において指定されたチケット販売委託事業者ごとの取扱い箇所において予約、購入することになる。 清掃シート券の購入者は、そのチケット券主故障が示唆する通り、演奏参加に際して、ドレスコードの適用を受けるとともに、公演当日、本番に先立って行われるリハーサルへの出席を求められる。一方、カジュアルシート券の購入者については、合唱パートに関係なく自由に演奏参加できるほか、服装も自由でかつ本番に先立って行われる。 リハーサルへの出席も任意である。なお2010年開催分の初回公演に限っては、合唱チケットは、スタンダードタイプとプレミアムタイプの二つに対別され、前者は、ソプラノアルトテノールバス、カジュアルシートの五賢種、後者は、ソプラノアルトテノールバスの四賢種にそれぞれ分けられていた。そして、スタンダードタイプのカジュアルシート兼以外の購入者はすべてドレスコードの、 適用を受けるとともに、公演当日の本番前に実施されたリハーサルへの出席も義務付けられた。本工業では、合唱参加者に対して、本番において、楽譜を手にして、第9演奏に臨むよう求めている。第9の不明を見ながら、演奏参加することを許容しているのは、国内における先端以上の人数規模を有する、合唱団を従えての第9歳児の中では、 本工業のみである。ただし、同時に、光沢のある表紙を有する楽譜を本番において、使用する場合について、光の反射により他の出演者の演奏の妨げとならないよう無光沢の譜面カバーを装着するよう求めている。本工業を主催する FM 東京の本社社屋。この中に入っている、東京 FM ホールを使って、練習会が行われる合唱参加者向けに用意される、 レッスンは、本工業の主催者、東京 FM の本社社屋内に入っている東京 FM ホールにおいて行われる。この練習会への出席自体は、任意とされているが、有料となっており、一回出席するごとに、参加費の名目で支払わなければならない、練習会場において聴衆大人、子供同学、練習会の開講頻度は、第2回公演までと、 第3回公演以降と出差が生じている。第2回公演が開催された2011年までは月に2から5日程度の割合で開講されており、特に2011年11月以降においては月に5日開かれていた。これに対し第3回公演以降は月に2から3日程度のペースとなっている。開講日当日には曜日に関係なく3回の練習会が組まれており、 一回あたり二時間半のレッスン時間が確保されているほか、一回開かれることに入れ替えが行われる。以下にて主催者側が示している練習会スケジュールを示す。本工業が創始された2010年以来変更されていない。練習会に出席するためには、希望する開講日の一週間前までに公式サイト上から予約を入れることが必要となる。ただし、 インターネット接続環境を保有していない等の理由からインターネットを使用できない状況下にある場合、公園事務局において電話による予約代行受付を行う。予約抜きに当日参加することも可能ではあるが予約人数が練習回転員に達した場合には予約申し込み者が優先される決まりとなっているため予約状況によっては出席を断られる場合がある。なお、 レッスン内容については、練習会を開くたびに出席者の顔ぶれが変わりかつ、第9経験度合いも様々となることから、あらかじめ組むようなことはせず、その都度指導担当者が、レッスン内容を決めていく。第3回公演が開催された2012年までは、本番に至るまでの練習会全スケジュールのうち一部の日時開講文について、講演指揮者の西本智美が直接指導する機会が、 設定されていた。その頻度は、初回公演が開催された2010年については、具体的な回数を公表していないが、翌2011年と2012年は、それぞれ2回ずつとされていた。なお、第4回公演が開催された2013年以降は、西本による直接指導の機会は設定されず、代わりに第4回公演より演目として追加されている、ザ発生において、 指導役として登場するイルミナートフィルのところ属指揮者、辻広之が一部の練習会について指導担任を務めるようになってきている。本工業においては公演本番への出演に際し、練習会への出席回数の多少が問われることはない。 もちろん、出席回数の上限も特に定めていない。ただ、第3回公演が開催された2012年以降、練習会への出席が一定回数以上となった、合唱参加者について、人数限定ながら、ステージ上からの演奏参加をできるようにした。これに伴い、練習会出席者に対して、スタンプカードの配布を開始。ステージ上からの合唱参加定員、 およびその実現に必要な練習会への最低出席回数を一家にて列挙する。もっとも先にも記しているように練習会への出席自体が有料となっていることからオーケストラやソリスト人が乗るステージ上からの演奏参加を実現させるためには合唱参加のため最初に購入する合唱参加チケットの発売額も含めて数万円程度の金銭的負担を求められることに なる。第3回公演が開催された2012年、本工業の主催者たる東京 FM が用意する練習会とは別に、東京都心を中心に大人向け音楽教室などを展開するアイスミュージックスクールが公演月の上旬に計4回みんなで歌おう。東京 FM 夢の第9コンサート特別レッスンと名打ったレッスンを独自に企画実施していた。 この練習会は1回あたり1時間半のレッスン時間でかつ定員5名の少人数制となっており受講に際しては当該練習会を企画する音楽教室への直接の電話予約を必要とした少人数制であることから練習会講師として東京芸術大学に在籍する声楽科を招いて細かいニーズに応えながらレッスンを進めることができるとしていた ありがとうございます。